こんにちは、大和駅研究家の三笠玄山です。今回はですね、こちらに書いている副業で成功する人の手相7選ということでね、副業していっても成功しますよということなんですが、実はね、この副業っていうのは裏側に脳がね覚醒していると、右脳と左脳がありますよね。僕たちはその両方、右脳っていうのはイメージ、こうなっていったらいいなっていう、なんかこうぼんやりとねした感覚、それと左脳、順番にこういうふうに計画を立てて組み立てして計算してみたいなね、その脳が両方がね覚醒してる人っていうのは副業も気づくと思うんです。例えばメインでこの仕事をしてる、でも副業でこんなこともできたらいいよね、あんなことも楽しそうじゃないって言ってちょっとやってみると、それも成功するとということ自身、やっぱり脳が覚醒してるということでね、50代60代になっていったらいろんなことを考えるじゃないですか。あの経験値が増えてくるから、実際にたくさん副業して稼ぐというよりも、こんなことを仕事にしたら面白いんじゃない、あんな風にしたらいいんじゃないのとかいう風にね、頭を考えるだけでその頭の体操になります。で、多分そういうことが、できやすい人とかね、感じてる人が出てくる手相だと思うので、逆にね、これがあったから絶対副業しなければならないとかじゃなくて、こういう手相が出てると頭の回転が良くなってますよというふうにね、考えていただければいいと思います。実際に今メインの仕事を副業してる人、してない人ね、いろいろおられると思います。でも僕はこういう手相にはそういう頭の覚醒の裏があるというのをね、意識しながらまた聞いてください。はい、まず1番目、これよく言われるのはね、この太陽線っていうか人気線ね、実はもうちょっと長くてもいいんです。この太陽線の横に伏線がね出てきたり、その伏線が昔からあったけど濃ゆく感じてきたりとか、そうすると脳が覚醒してますよと、新しいチャンスないかなと思って脳が動き出してますよっていう、まあ、サインですね。で、2つ目、感情線ですね。この感情線の上に二重感情線という形でもう一個ね、線がスーッと、結婚線はここから出ますから、結婚線じゃなくてこの辺あたりからぐーっとね横を平行していくと、でこういうのがどの辺かに出てきたとしたら、それは、ね、かなりいろんなことを考える人になってますよね。で、3つ目、頭脳線ですね。この頭脳線からぐーっと人気線の方に行く人、まあ、これもまあお金の感覚が鋭くなっているという証拠なので、やはりこう副業的な、これは儲かる、これは儲からないっていうのがね、なんとなくざわざわするんですね、体の中で。はい、4つ目、これがね、いわゆるよく有名な人差し指と中指の間にこっちに来るとね、でこういう形に上から下に出てるんですよね。下から感情線で上がってるんじゃなくて、上から下に降りてる、確実にここから始まってるというのは、これ説得線と言います。で、人を説得するのがうまい、要するにこうしましょう、ああしたらいいですよね、あなたはこうするべきだみたいなね、そういうのが分かる人なんです。だからこの、説得線が出てる4番で、次5番、5番っていうのはご存知のように、これ、まあ、ずっと下から来てる、まあ、運命線なんですけども、運命線の横にサイドの線が出てきたり、運命線から視線が出てくる、まあ、ちょうどここ50とか55あたりですから、このあたりから上でそういうのが出てくるということは、これからなんか感覚がね鋭くなるというふうにも見ます。で、6番、この頭脳線ですね。この頭脳線の横にやっぱり視線がね横についてくるという、まあ、感情線と同じですけども、こういう、まあ、感情とか頭脳がしっかりしてるという人は冷静にものを判断できますから、こっちは計算ですね、こっちはまあ感情でイメージですね、こうしたら儲かるのにとかね。で、具体的にはじゃあこれ何を何個仕入れてどうのこうのするみたいな感じです。で、7番目、自分のね生命線あります。その生命線がねグッとあるのがいいんですけど、こっちにねガーンと伸びていけば、よく旅行線とかね、海外線でね、海外で成功するとか旅行に行きたくなるとかいうのがあるんですが、それほど離れずに、ほとんどもうこの線からちょっとね、もうこれこそ本当10度とか15度ぐらいのこの形でしか広がってない、こういうのも2つの人生を歩むとか、もう1つ伏線が出てくるみたいな形なので、この7番のようにね横に出てきてる人、これも僕よく見ます。だからもう一個なんか仕事したらとか、もう一個なんか楽しそうなことをね、例えば誰かにアドバイスするだけでも、それは副業の始まりですから、そういうので皆さんね、自分のね手を見ながら、あ、自分の右脳と左脳が覚醒してきて、脳層がね、脳がね健康な状態なんだっていう、そのバロメーターとしてね見ていただければと思います。お知らせです。日曜日の朝9時と土曜日の7時から
YouTube ではちょっと語れない大和駅のね、開運の裏話のやってます。みんな楽しかったとかね、いろんなこと勉強できたって言われるんですけども、でどうして入ったらいいのかと言われると、まずねメルマガ登録してもらうんですね。そこへ登録していただくと招待状をお送りします。自分のね時間があった時だけ遊びに来ていただいたらいいので、いろんなこと喋ってますから、こういうふうに物見たらいいんやとか、こういうことするとラッキーなんやってワクワクするので、さらに開運すると思います。ぜひ遊びに来てください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。